はい、皆さんこんにちは、井上正弘です。今日も前回に引き続きプラムの矢野さんに来ていただいてます。で、ここはどこですか？はい、ここは初桜酒造さんって言いまして、はい、お酒を作ってる会社さんになるんですよ。ここですね。はい、ここでは僕の経営者友達の、方がいらっしゃるんで、はい、お酒を作ってるところってことですか？はい、はい、そうです。てか、あちらにいる方ですね。あちらにいる方あ、井上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見させていただいても、はい、あ、本当ですか？はい、私の方だけでもこういう名前ちょっと珍しいんですけど。あ、どうもありがとうございます。カサカスと言います。結構珍しい名前ですね。そうなんです。この初桜酒造株式会社の社長さんですか？はい、そうです。お、はい、これどういった会社なんですか？もともとこの地域、和歌山県のこの紀北地域、高野山のふもとで、はい、結構昔酒蔵さん結構多くって、はい、そこの地域のお酒の文化っていうのを、はい、今も受け継いでやってる酒蔵になります。へえ、そうなんですね。じゃあもう実際ここでお酒も作ったりとか？作ってます。はい、今も作ってます。今も作ってる。はい、この後もしあれだってちょっと見てもらえば。あ、ぜひぜひぜひ、はい、じゃあちょっと中行きますか？はい、よろしくお願いします。はい、こちらです。はい、ありがとうございます。いえいえいえ、酒蔵って初めてですか？いや、僕実は初めてなんですよね。あ、よかったよかった。それだったらもうお酒作りのところから、はい、いや完全にだから今、はい、初めて遊園地来たみたいな感じになってますね。あ、それやったら今日楽しみにしてると思いますわここからお酒の作る現場になってきますね。あ、 このなんかタンクみたいなのにお酒が入ってるんですか？はい、これはあれです。その後の酒粕っていう、はい、なんていうんですかね、お酒作った後の。あ、分かりますよ。お酒粕。そう、酒粕がこんなのが入ってます。入ってるんですね。で、これが今やってるんですけど、お酒と、はい、酒粕を分ける機械ですわ。あれがそのお酒出てる、ちょちょ出てるじゃないですか。今、あれ水じゃないんですか？水じゃないです、お酒です。すごい、これが実際お酒出てる光景らしいですね。今ちょうど持ってきてもらったので、いただいていいんですか？なるほど、20。まあ大丈夫です。ただ結構多いですねもうほんまの純粋のこのままじゃあ、はい、飲んじゃってください。はい、ちょちょくでいっちゃって大丈夫ですか？いただきます。あ、日本酒いいですね。美味しいですね。なんていう分かな、まろやかですよね、最初に出て。まあ、まろやかですね。ちょっと硬いとこもあるかもしれないですけど、うん、なんかこうまろやかでもあり、トゲトゲしさもありみたいな、うん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 、多分それがこのちょっとフルーティーですね。はい、うん、いや、これ全部飲んだらマジ酔うぞ。そうそうそう全部そうそうおお、はい、いただきました。ごちそうさまです。はい、これ出来たてのお酒飲んだの初めてかもしれないですね。いや、だからあんまり出来たて飲まれることほんまに珍しいと思います。そうですよね。だってこんな全然、てか出来たて味違いますよね。違います。そうですよね。はい、へ、出来たてと、はい、そのちょっと置いたお酒とってどういう味の違いがあるんですか？はい、ですね、大きくは、はい、まあ、お酒の種類によってまた変わってきたりとかするんですけど、はい、まあ、先ほど言った通り少し柔らかい感じがあって、はい、その上で何て言うかな、度数とかのね、はい、20度とか結構もうそのまま直の状態なので、うん、まあ、味わいも深いのかなって。はいはいはい、はい、流れとしてはお酒ってお米で作られるのをご存知、うん、もちろん知ってます。日本酒はお酒ですよね。そうそうそう、はい、なんでここのところでまずお米とかを洗ったりとかするその原料の処理っていうことをここでやっていきます。はい、でそうやってあそこにも書いてある通り米洗いって書いてますね。そうなんですよ。でちょっと普通のお米と違うところが、はい、やっぱりお米の水って吸い方違うじゃないですか。はい、だからその欲しいところの、水分量をもらそのお米に入れたいってことで、はい、ストップウォッチ使ったりとか物によってはそれでもう測ってやってたりとか。やっぱ品種によって全然なんか水の入り方違いますよね。違います、うん、炊く時もなんかもうそれだけで違うんで、お米作る時なんても全然違いますね。そう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 、だからお米ほとんど削ってないもの、はい、だから 70% とかのお米やったら、はい、それこそもう半日ぐらいつけたりとかする場合もありますし、40% その大吟醸とか言われるグレード高いお酒のお米は、はい、もうほんまタイムウォッチでそれ調べていくような感じで何秒で炊いてあげていくみたいな。大吟醸とそうでないものの差がちょっと僕いまいち分かってなかったんですけど、はい、大吟醸は 40% 削ってるお米で作ったのが大吟醸なんです。そうなんです。あ、じゃあかなり削ってるんですね。ちょっと見られます？ちょっとやるし、見えます見えます。そう、はい、一番分かりやすいところ、一番分かりやすい、これが 40%、 これが大吟醸、これが大吟醸、見てみてください。粒、ま、なんて丸いじゃないですか。
はい、これが 70%、まあ、これもいつも見るような感じですよね。そうそうそう、こんなぐらい違うんですよ。全然違いますね。そう、これ何ですか、ガラス細工してるんですか、ここで。そう、これ空気が入らんように、はい、ここの1箇所だけまだ空いてる戸瓶っていう瓶なんですよ、はい、あ、これ酒造り専用の特殊の瓶みたいな。多分酒造り専用に近いと思います。なんかウォーターサーバーの上みたいな感じですね。そう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 、そんな感じで、はい、でここのところに、うん、あのなんていうかな、ああいうタンクのところから袋をつって、はい、そんで雫垂らしてここに溜めたりとかしていって、はい、で雫だけ言うて一番高級な大吟醸とかそういうものにこういうのを使ったりとかするんですよ。あ、そうなんですね。あんまり空気触れさせない方が美味しくなったりとかする。はあ、空気を触れさせないための形状をした瓶。うん、実は矢野さんとその、はい、グッズのプロジェクトを一緒にやろうっていう話になっていて、はい、でその、ま、僕がやってるその特撮のプロジェクトで、はい、でまあ、いろんなグッズも作っていきたいなっていうので、はい、ちょっと矢野社長にご協力いただいてそのいろいろ作っていこうみたいな感じになってるんですよ、はい、お酒とかやっぱ作れたりするんですか。作れます。あ、だからなんか特殊な何かを、はい、お米を使ってとかいうなってくると、はい、その数量とか決まってしまうのであれなんですけど、はい、ラベルとかそういうデザイン的なところ含めてっていう感じやったら、はい、いくらかそういう方法もいろいろ、その時に相談していただければね。 いいじゃないですか、はい、うん、お酒センティカみたいななんかいいお酒あったりするんですか。それこそまあこの後紹介させてもらうと、ちょっとそうそうそう、大吟醸のちょっとおすすめのやつがあるんで、ちょっとじゃあそれ飲んでみたいです。じゃあ移動しますか。はい、移動しましょう、はい、お願いします。え、何ですかここ。ここうちのおもやです。え、おもや。そう、話もうどんどん飛ばしちゃったんですけど、ちょっとえぐくないですかこの家。はい、え、超趣ある。一応これ登録有形文化財登録有形文化財登録、この建築物は貴重な国民的財産ですって書いてあるちょっと待って、え、そうガチっすか。はい、え、じゃあちょっといいやばいお酒あるんじゃないですか。あります、あります。ちょっとこちらだもうちょっと電気つけてくださいね。すごい、いやいや、いや、タイムスリップしたみたい。そうだから、こことかもね、時間あるんやったら楽しんでもらえると思うので、はい、ちょっとお待ちくださいね、こちらの方で。多分これからもうちょっとトントン拍子でお酒を、しかも一番やばいお酒をちょっと飲ませていただけるっていうので、こちらの方が一応うちで一番おすすめしてます、はい、スイートピーってお酒になりまして。スイートピー、はい、この地域のところですごい有名やった銘柄みたいで、昭和のもう初めぐらいにあったらしいんですよ、はい、で場所それこそあのパリ万博に出たとかなんとかって話があるぐらいのお酒 で、はい、で万博に出てたんですか。そうみたいです。ちょっとじゃあいただいてもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。いや、ちょっと楽しみ。なんかさっきから飲んでばっかり飲んでばっかみたいな、うん、あかんかったら残してくださいね。はい、よいしょ、いただきます。レベルが違うわこれはちょっとレベルの違うお酒が出てきたレベチが来たこれレベチ来た冷やしてもらっても美味しいですし、これちょっとぬる感とかね、ちょっと温めてもらっても。 なんで、はい、大吟醸って、はい、こんな味違うんですか。やっぱりあの 40%、ね、50% 以下にするのがポイントなんですかね、うん、多分そうやと思います。すっきりした味わいになってくるね、香りもものすごいですし、あ、口当たりもいいですし、もう全然あのオリジナルのお酒作ってくれじゃなくて、もう全然あの中身これでいいですそう言ってもらった、はい、中身これ最高です。スイートピー、はい、まあ、次おすすめしたいのがこちら、キジリってお酒ですね。うん、これは何ですか。大吟醸ですか。こちらの方が純米吟醸、1個下のグレードのお酒になります。できます。半端ないですね。すいません、おつまみとかならなくて。全然いらないです。あ、もうだめです。じゃあちょっと今度純米吟醸いきます。あ、飲む順番間違えましたねいや、そうなんですよ。一番味わいがね、あの優しいのがあっちになるんで、あの美味しいんですけど、飲む順番ちょっと間違えちゃいましたね。あのもうさっきのスイートピー、はい、味濃いし味わいがありすぎて、はい、なんならこれもた水に感じるぐらいのレベル次ちょっと変わったやつの方を紹介させてもらおうと思います。ごめんなさい、なんかこれが美味しくなかったみたいな、そんなことないですよ。全然これ美味しかったですよ、はい、美味しかったんですけど、これがちょっとレベチすぎるっていうだけですからねいいえ、はい、はい、お
酒ってやっぱり置いとけば置いとくほど悪くなっていっちゃうとかあるんですか？いや、これを飲んでもらえれば。まずちょっとこれ飲んでもらっていいですか？その答えがこれなんで。マジで映像わかってる。台本じゃないからねこれ。そういう質問してとかないからね。いやいやいや、これがそれ答えですわ。それが答え、答えが出る、はい、あ、これちょっとなんか置いてあるイメージありますねこれ。スキーとか、うん、すごい色が全然違う。ウォッカっぽい。これがその答えです。ブランデーっぽいですね。完全にブランデーですね。ただ、はあ、面白いですよね。でもこれが答えなんですよ。はい。なんかやっぱり置かれてるから、はい、もうトゲトゲしさっていうのが全くない。もう全部こう丸みを帯びているというか。アルコール度数別に普通にあるんだろうけれども、全然強く感じないし。いや、香りがやっぱりあのブランデーの香りがするっていうので美味しい。これありですね。これが昭和48年ものかな。これだいぶやばい。だいたい50年ものの古酒になります。俺これ、ちょっと待って。俺これかなりいいもの飲んじゃってる気がする。いや、全然。もうそのため今言われたね、お酒って時間経ったらどうなんの、こうなりますっていう。50年経ったらこうなります。これあの資産価値ありますよこれ。完全に一時期なんかそんなこと話ありましたですよね、うん、なんかフランスの方でなんかオークションみたいなことやられてるんですよね、はい、そういうところでなんかやりませんかってこと。いやこれ資産価値ですよこれ、うん、じゃあまあセンティッカーでいいじゃないですか。花、うん、絵字みたいな。なるほど、うん、でその、まあ、全部だからセンティカって入れてるんですけど、そのピックアップの感じが違うみたいな。それでいいじゃないですか3本なんで。なんでほんまにねこれでね、もしあれやったらそうやって知ってもらえるね、はい、きっかけになっていただければほんまありがたいなと思うので。いやもう、うん、このそのうちこのパッケージなくなっちゃいますよ。いやもうなくなったら全部センティカバージョンになっちゃう。じゃあということで、今日酒蔵見学させていただいたんですけれども、あのまずグッズ第1弾ということで、まあ、第1弾なのか分かんないんですけれども、お酒をあの作るということで、まあ、ぜひともあの皆さんあの飲んで買って飲んでみてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。じゃあちょっとあの最後にショップだけ見ていきます。あ、これが先ほどの。そうですそうですそうです、はい、先ほど売っていた、あの純米吟醸の方ですね。はい、そうです。さあ、あ、いろいろ売ってますね。売ってます。はい、こちらセット商品。セット商品あります、はい、飲み比べセットみたいな、うん、うわいいですね。で特にこちらの方が先ほど言ったいろんなもの、例えばスイートピーっていうのはこういう感じで売ってますよね。スイートピー、これ、はい、レベチ酒。これレベチ酒です、はいはいはい、これ隠しましょうか。隠しましょう。これあのやばい、うん、今5800円。はい、あでもそう5800円、すいません5800円、ね、大丈夫です。今5800円、今5000円、箱なし5000円。今あのこれは20倍になります。やっぱりあの僕らは基本的にやっぱりネット販売がメインになってくるんですけれども、はい、やっぱその現物を見たいって方はもうここにもしジサリスのお酒ができたら、はい、ここでも買えるっていう風にはできるんですか？あ、できます、できます。本当ですか？はい、あのそこの時はああいう感じでちょっとパッケージを貸してもらいます。そしたらじゃあその時また見に行きます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらの方今日ね、いただいたってことで。マジですか？はい、皆さんでお持ち帰りいいですか？いただいて大丈夫、大丈夫です。ダメですよ、あの腰は入れちゃう。腰は入ってないです。あ、OK、そう、よかったよかったよかった。あれはダメです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれちょっとちょっと飲ませていただきますね。はい、いや本当にありがとうございます。いいんですか、もらって。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。嬉しい。また楽しみで、またね、あの和歌山来た時に寄っていただければと思います。ぜひともお願いします、はい、本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。やった、じゃあこれ全部もらいます。